はい、渡辺真由です。今回もね、ガリルの迷彩チャレンジやっていくんでね。これはブリーズ迷彩ね、サイト1個とアタッチメント5個付きで50キロ中39キロやってるんでね、あと11キロでこれブリーズ迷彩解除になるんでね。で、ロングショットこれ1回だけやってるんで、あと9回できればブリッジなんでスチール1回ぐらいやりたいな。これブリーチなんでね、スチールはやりたいな、1回ぐらいは。はい、今回はフリーフォールをプレイしたいと思います。マップはブリーチになります。で、スペシャリストはバッテリーのキネティックアーマーで頑張ってみたいと思います。これ11キロなんでね、すぐアタッチメントなしのもやっていきたいんでね、別のクラスで多分バリスティック組み合わせてるんでね、バリスティックナイフとの併用でのクラス、そのクラスでアタッチメントなしのガリル組み合わせてるんで、それに切り替えるんでね。ブリズメスサイト1個とアタッチメント5個付きで50キロやればね、やってブリズメス解除したらすぐこれに切り替えていくんでね。今回渡辺麻友の渡辺麻友1のガリルで頑張ってみたいと思います。あ、いいスタートな。これ7人、右側から多分これ、あ、ダメだな。ピョン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 するんだよこのアホ野郎、ほんと気持ち悪いんだよ、ほんとロングショットなるかな、あれ来ないな。やっぱり風待ち強ポイントがいいね。やっぱりここでやってみよう。これスチールちょっと狙ってみろ。これ右から来る。これ右だね。右あと2キルだな。あ、ダメか。ぴょん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 すんな。しかしこのこいつらな、あ、ダメだ。あ、今トップ前押しが、いつもブラスブラスパークにね、ブラスタープレスだと出てされるんです。組み合わせるんだけどなくても全然いけるな、これ。あ、中に入っていったな、これ、角持ち強ポイントに。ダメだ、やられた。やられちまったよ。入るな。ロングショット決まったな。オッケーオッケー。ちょっとまだいいな、37発あれば、全然いけるでしょ、これ。あと3回なんだけど、スチールできるかな、これ。あ、ダメか。これいるでしょ。ケンティックアーマーたまった。お、ガリルレベル。あらら。やっぱ角持ち強ポイントがいいな、これ。なんかこんな遠くでリスポンされても困るぞ、これ。リッパー停止で、2キルぐらいはここでやって風持ち強ポイントいくから、これ。あと1キルだな、これ。あ、ブリーズ迷彩解除した。あと1回だったな、スチールまで。死なずに4キルまでってるんで、死なずに安定アップ組み合わせてない状態で死なずに4キルやってるんで、あ、ダメか。よかった。あ、そっか、これに変えていくか。今度アタッチメントなしでやる。ちょっとバリスタクナイフ使おうか、これ。ちょっと今回ガリル中心でやるんでね。あ、やれた。面白いな、でもな、今回うまい、うまし。
ダメだね。ちょっとここのリスポーンちょっと嫌だな。よしよし、片付けた。これいいねか、これ通知する。敵 HCXD 確認。あら、このリッパーによくやられてるな、これ。スペクターにやられてるわ。通知、敵のケアパッケージ。ここも結構リスポ、スチールできるんだよ、ここ。あ、向こうに落としてるのか、これ。スチールちょっと出したいな。ちょっとこれローリングサンダー邪魔だよ、これ。うるせえよ、ほんと。スチール狙ってる時によ、やかましいっつうんだよ、ほんと。よしよし、そうだな、これ来ないな。風持ち強ポイントだね、やっぱりスチールは。ファイアブレイクを倒した。と拡張マガジンつけてるんだけど、それでも、あ、拡張マガジンつけてないんだな、これ。あら、結構接戦だな。面白いな、このロビー。気に入ったわ。これ全員フレンド登録しようかな、これ。フレンド登録、フレンド依頼しようかな、これな。結構気に入ったよ、これ。来ないな。あぶらぶら、ケンティックはもうたまらないか、これ。あと1キロ。ケンティックはもうたまってくれ。よし、シールやったぞ。よっけよっけよっけ。BAV。よかったぜ。あ、これで1位になれたら美味しいんだけど。 H6D ブリーズメッサイ解除&フリーフォールで1位になってみたっちゅう動画ちょっと上げたいな。ダメだね、やっぱ角持ち強ポイントだね、これ。あらら、ダメだな、これ。調子が狂ってるな。これ1位狙ったらやっぱりダメだな。1位になればもうなれんね、これ。ダメだな。今回ここが結構いいね。いたの今。ターゲットダウン。よし。バリスティックナイフで決めようかな、最後。29キルやってるな、これ。ダメだな。
終わり。でもいいわ、1位狙ってなかったんでね、別にダメだったの。後半ちょっと調子悪かった。1位はこのプレイヤーです。 RK5 当たってノーアタでやったんだ。3位に入ったからいいね。こうしたジェスチャー喜ぶ。ブリーズミサイル解除できてスチールも1回やったんだね。うん、このロビー面白かったな。続けてやっていくかな。ここ今回の成績は27キル21デスのプラス6、比率 1.29、 スコア2650でした。はい、抜けるか。やっぱりプレイヤーの皆さんありがとうございました。ガリルレベル18、ラピッドファイヤープラス 1700XP 獲得しました。でブリーズメサイサイト1個とアタッチメント5個付きのガリルで50キルする。でブリーズメサイ解除プラス 2500XP を獲得しました。暗号機2個ぐらい入ってるかな、これ2個、3個ぐらい入ってないか、これ、あ、3、あ、いいね。で獲得 XP プラス 11,656 ということでね、やったぜ。やっぱブリーチチャレンジやりやすいね、フリーフォールね。もうマックスになってるんだけどね、こうやって回せるんだけどね、武器プレステ2に。ちょっと迷彩ダークマター迷彩解除するまでちょっとこれ武器プレステ2突入しないんでね。今回これやりました。サイト1個とアタッチメント5個付きのガリルで50キルする。ロングショットも1回やって2回、あと8回なんでね。アタッチメントなしのガリルで途中切り替えたんでね、あのバリスティックナイフのあのこのクラスに変更してサイトなしでやったんでね。こうバリスティックナイフも今迷彩解除進行中で、今あ200キロまで、あと100、今186キロまでやってるんで、あと14キロなんでね、これね。でポリシア迷彩解除できるんで、これ併用してやってるんで。で今あと50キロなんで、あと30、さっきのクラスに変更したんでね、アタッチメントなしのガリルで。であと36キロでこのバーン迷彩解除できるんでね。お、1回やってるんでね、これね、死なずにガリルの海で5キロするかける5。ああよかった。あと4回でこれカメラ迷彩解除できるんで、引き続きやっていくんで、次これねバーン迷彩アタッチメントなしで50キロやるんでね。はい、以上にしたいと思います。はい、今回はねガリル&バッテリーのキネティックアーマーでブリーチのフリーフォールをプレイしてみました。ガリルのねサイト1個プラスアタッチメント5個付きのガリルで50キルでブリーズ迷彩解除&スチールが1回できました。スチール1回、ロングショット1回できて大満足してます。あとよろしければチャンネル登録もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。